皆さん、今回は勝者の科学、一流になる人とチームの法則という本をご紹介します。この本は一流アスリートの共通点や特徴を科学的な視点から分析し、まとめたコラム集です。優れた選手の思考プロセスや効果的な選手育成法など、数多くの取材から導き出されるスポーツの本質に迫る内容となっています。アスリート自身はもちろん、スポーツに関わる全ての人にとって貴重なヒントが詰まった一冊です。ぜひ最後までご視聴ください。本書の核心に迫る内容の一つが、偉大さは個人のレベルを超えて作られるという考え方です。私たちは往々にして頂点に立つために必要なものを個人の資質に求めがちです。才能、意志の力、精神力など高い業績に必要だと思われる要素をその人個人が持っていなければならないと考えてしまいます。しかし本書が明らかにするのは、実際には個人のレベルを超えた要因が偉大さの実現に大きく寄与しているという事実です。生まれ育った文化や環境、両親の献身的なサポート、優れたコーチとの出会い、適切な時期や場所に生まれた幸運など、これらの要素は一見些細に思えるかもしれません。しかし、天才が開花する過程において、極めて重要な役割を果たしているのです。つまり、偉大さとは確かに優れた個人がつかむものですが、その道のりには多くの助けが必要不可欠だということです。この視点は、スポーツ界だけでなく、ビジネスや芸術など、あらゆる分野で成功を目指す人々に新たな気づきを与えてくれるでしょう。次に、本書が提示する興味深い洞察が、才能は練習の成果であるという考え方です。長い間、例えば時速150マイルのサーブに反応できるロジャー・フェデラーのような選手は、生まれ持った卓越した遺伝子のおかげだと考えられてきました。しかし、本書はこの通説を覆します。実は、トップクラスのテニス選手の平均的な反応速度は、一般人とさほど変わらないのです。彼らが持っているのは、超人的な反応力ではなく、驚異的な予測力なのです。長年の練習によって、相手の微妙な動きから、次の展開を読み取る能力を磨き上げているのです。この洞察は、スポーツ界に限らず、多くの分野で応用可能です。つまり、才能とは生まれ持ったものではなく、地道な努力の積み重ねによって獲得されるものだということです。この考え方は、自分の可能性を疑っている人々に、大きな希望を与えてくれるでしょう。本書はさらに、スポーツの神は細部に宿るという、興味深い視点も提供しています。プロのアスリートたちは、わずかな記録の更新のために、想像を絶する努力を重ねています。毎日早朝から限界まで体を追い込み、それを繰り返す。一見無意味に思えるこの行為が、実は勝敗を分ける微細な差を生み出しているのです。そして現代では、この細部へのこだわりは、単なる肉体的な鍛錬だけでなく、科学技術の力も借りて追求されています。サッカークラブやオリンピックの強化チームには、アスリートだけでなく、様々な分野の科学者たちも所属し、あらゆる角度からパフォーマンス向上の可能性を探っているのです。この視点は、スポーツ以外の分野でも、大いに参考になるでしょう。どんな仕事や目標においても、細部へのこだわりが最終的な成果を左右する可能性があるということです。本書はまた、考えすぎはあだとなるという、一見矛盾するような洞察も提供しています。私たちは普段、よく考えることを美徳とし、問題解決の万能薬のように捉えがちです。しかし、本書によれば、特にパフォーマンスの本番では、むしろ考えないことが重要になる場合があるのです。トップアスリートが最高のパフォーマンスを発揮しているとき、彼らの意識的な心は、むしろ静かで落ち着いているそうです。代わりに、長年の練習で培われた潜在意識の能力が、全開で働いているのです。この状態では、膨大な情報処理が行われていますが、それは全て意識の及ばない領域で起こっています。この洞察は、スポーツ選手だけでなく、プレゼンテーションや試験、芸術活動など、様々な場面でパフォーマンスを求められる人々にとって、非常に有用なものとなるでしょう。時に考えすぎないことが、最高の結果をもたらす可能性があるのです。最後に本書が強調しているのが、スキルよりゲームインテリジェンスという考え方です。特にサッカーのような複雑なスポーツでは、個別のスキルよりも、それらを同時に活用する能力が重要だというのです。世界トップクラスの選手たちがあたかも時間がたっぷりあるかのようにプレーできるのは、
単に足が速いからではありません。彼らは複数の情報を同時に処理し、次の展開を予測するマルチタスカーなのです。このゲームインテリジェンスは、適切な環境と訓練によって向上させることができるそうです。この洞察は、チームスポーツに携わる人々はもちろん、ビジネスの世界でも大いに参考になるでしょう。複雑な状況下で瞬時の判断を求められる場面において、このゲームインテリジェンスの考え方は非常に有効です。この本はプロのアスリートやコーチ、スポーツ関係者だけでなく、自己啓発に興味がある一般の方々にもおすすめです。特に自分の可能性を最大限に引き出したい人、チームのパフォーマンスを向上させたいリーダー、そして人間の潜在能力に興味がある方々にとって非常に示唆に富む内容となっています。本書を読むことで、読者は自分自身やチームの潜在能力を新たな視点で見直すことができるでしょう。才能や天才といった概念に対する固定観念が覆され、努力の重要性や環境の影響力について深い理解が得られるはずです。またパフォーマンス向上のための具体的な方策や効果的な練習法についても多くのヒントが得られるでしょう。考えすぎないことの重要性やゲームインテリジェンスの概念は、スポーツだけでなくビジネスや日常生活の様々な場面で応用可能です。さらにこの本は、読者に成功の本質について再考を促します。個人の才能や努力だけでなく、周囲の環境や支援の重要性を認識することで、自分自身の成功だけでなく他者の成功を助ける視点も養えるでしょう。結果として、この本を読むことで、読者は自身のパフォーマンス向上はもちろん、チームや組織全体の成功に貢献する新たな視点と方法論を手に入れることができるはずです。それは単にスポーツの世界だけでなく、ビジネス、教育、そして個人の成長など幅広い分野で活用できる貴重な知見となるでしょう。